よし、多分この辺りの本の中にあったはずだけど。ナナ、何探してるんだ？選択制の動物図鑑があるはずなんだ。これでもなくて、それでもなくて、よいしょ。普段は本でなんか調べないからな。どこ行ったんだっけ。なあ、もしかしてこれじゃないか。字は俺には読めないけど、いかにも動物図鑑って感じの。そう、それそれ。サンキューリト。ちょっとそれこっちに貸してくれ。はい、どうぞ。やっぱりそうだったんだ。というと？ここに書いてある選択制のフルーツの話。メダキューの種族の好物で、すっごく甘いんだよ。なるほどね。だからメダキュー甘いものが好きなんだな。それでそのフルーツを食べると、メダキューの一族は、どうした？その求愛モードに切り替わるらしい。ああ、それでこの前も興奮してたわけか。あ、この本すごいぞ。他にもメダキューの習性がいろいろと書いてある。例えば？結構水を怖がるみたいだな。あと月が出てるとみんなで集まって集会みたいなのをするのか。なんか猫みたいだな。外見はタコみたいなのに。とにかくメダキューの野生を呼び起こすような、そういう習性を探さなきゃ。他には、夢中になってて、つい まったく油断も隙もないんだから。ちょっと待ってろ、もう少し詳しく調べてみるから。はあ、もうあんな真剣な顔が近くにあったら、ろくに調べ物もできないっての。俺もわかんないなりにこの辺の資料を見たりしてみようかな。字は読めないけど、この写真、メダキューの群れがあのフルーツを食べようと触手で木によじ登ってる。このフルーツを使ってメダキューに木登りさせたり、いろいろさせてみたらいいんじゃないかな。ナナ、メダキューの教育方針なんだけどさ。あ、ナナ？ワム？おう、メダキュー。ナナは寝ちゃったよ。無邪気な寝顔だな。なんていうか可愛くて、こうやって見てると不思議な気持ちになるな。なんだかこうしてると、風邪でもひいたら大変だ。オートプレイにするぞ。ひとまずベッドに運んでやろうかな。なんだ、お前もベッドに行きたいのか。わめ。了解。せーの、よいしょっと。お、
ナナって軽いな。いつもはあんな感じだけど、やっぱり女の子なんだよな。どうした、ナナ。待ってろよ。パパとママは絶対。すっかりその気だな、ナナ。ママがナナで、パパが俺なんだよな。マム。お前も完全に子供みたいだな。なんか妙な感じだけど、でもこれはこれで悪い気分じゃないな。